こう吸い取られるで、この流れでこっち。マジだ、すげえ。もうこれ下に吸い取る。ええー。で下にこれがスワッ。スワッ。持たれた時に反応されないで。ここだけ下に吸う。この雰囲気。あ、これダメだ。地味技最強。地味で分かりづらいんだけど、うん、いやマジやばいから。はい、どうも、やわらげの西森です。今日は久しぶりに本拠地でね、あのゲストの方に来てもらってます。よろしくお願いします。はい、よろしいですか。はい、ロペスと申します。金スマ社交ダンス企画で金太郎さんと世界選手権に出たりしておりました。今では、まあ、芸人もやってるんですけど、ボディービルにも結構力入れてまして。体が。あの頃はこんなじゃなかった。すごいね。結構今パワーアップしたはずです。今ちょっと減量入ってものないんで、ちょっとまだあれですけど、まあまあ力はありますよね。いや、体幹とかめちゃくちゃ強いと思うんですよ。先ほどロベスさんのチャンネルで、はい、結構力が強かった。はい、だから絶対に倒されない。そう、嘘です、倒されました。もうもう味わいました。もう合気道の凄さをもうとくと見ました。柔道もやったんですか。柔道も一応初段で、一応まあ高校の時ですけど。いやでもね、合気道はすごいですね。びっくりしました。本物だと。あの、まあ、この、なんかよくテレビとかで見る、握手してストーンってやつ、絶対嘘だと思ったんですよ。なんかこう、催眠術的なものなのかなって思ったんですよ、若干。なんか、かかりますよ、かかりますよって言ってたら、かかっちゃうみたいな感じだと思ったら違いましたね。もう、めっちゃこうやっても、もう一回、体験していいですか。俺はロボット、俺は彫刻、彫刻。こうかけたりこれはダメですね。耐えれます、ね、やめちゃうと抜けちゃうんですよ。これなんすよ。ごめんなさい、今まで。もう合気道の方々にも謝りたい。本物でした。これはびっくりしました。これあと落とすだけじゃないんですよ。上がるのもあるんですよ。え、あ、座ってってってことですか。いや、この場で上がるって、飛んじゃうじゃないですか。飛びはしないんだけど、一回上がって落ちる。え、怖い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 。怪我してないですか、これ。怪我は別にしてないです。え、言うても、僕体重も結構ありますよ。65とか、うん、普通上がんないっすよね、うん、片腕とかじゃ。え、どうやってみて。先ほどロペスさんのチャンネルで言った、はい、こっから動くと、あ、腕だけなんですよ。確かに腕だけ上がっちゃう、うん、ここは変えないで、はい、肘から上がって、上がって、おお、はい、あ、ふわってなった。ふわってなりました、今。漏れるかと思った。え、なんかついてっちゃいますね、空中。若干ですけど、うん、え、もう一回ですか。どういうこと。こっから行くと気づいちゃうんですよ。腕しか上がんない。そう、ここは最後こっちで上に上がって、ここの関係性変えないのは。だからよく言う、腕を上げるのか、はい、こうやっても自分の腕は上がってることになるんですよ。気づかないんだよ。あ、相対的に、うん、これはやってることになる。でもこれは上げられた感覚があって、落とされる感覚があるから反応するんだけど、これも腕が上がってるんですよ。で、下に落ちるから。あ、そっか、うん、あ、そっか、確かに自分が下がれば腕は上がったことになりますよね、うん、どういうこと。これはだから反射を、ここから起点を、関係性変えない、皮膚感をキープ。例えばこれでこうやります。じゃあちょっと肘引っ張るけど、こうなる、はい、反応するんですよ、はい。これがこうなると反応しないと。うわぁ、おぉ、うまい、うまい、うまい。ちょっと練習したんですよ。ここの関係性変えないまま。で、今ので肘から
降りれば今の感覚で肘から絶対そう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 こうなんかねいいちょっと分かってきました、うん、本当にいいパントマイムなんですよマジで、うん、起点の掴み方は分かってきたんですけど、うん、その後の誘導もむずいですね若干、うん、さっきダンスで誘導したなりますけど合気道で転換ってあるんですけど、はい、これちょっと転換そのままカメラ向き欲しいですか、うん、大丈夫です後ろにこう回るけどそこから動かないようにしてもらっていいですか、はい、とにかく耐えてたらいいですねそうそう耐えちゃうとここでこういうことなの、はい、でもこれ意識がずーっと向こうにあるとこう来てくれるええここ引っ張っちゃうとこういう感覚なんです、はいはい、ここよりはずーっとこっちの意識が欲しいんですあー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 あああここを引くっていうよりはこういう方向に行きたいんですね、うん、これで行かせた壁の方にずっと大きい円を描いてはい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 右手でずっと大きい円を描いて延長上にこれがついてるあおそう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 あそうするとさっきのできるんじゃないですか社交ダンスださっき手でこうなんか誘導してあれか今みたいなあれかあの社交ダンスであるステップなんですけど、うん、この人90度回転させてあっちに行かせるっていう、うん、まあのがあるんですよそれが結構難しくてここを引くんじゃなくていいあそっか、うん、あそっか分かってきました顔もだからスーッと向こういうでも、あ、分かってきた違う違ったこの関係性変えようん、違うなこっち、あっち向かせたいんだよなだからで、一応、社交ダンスだとこうやってこういくんですよで、こうなんですね、うん、ちょっといいですか、はい、社交ダンスではこうやってこう動くんですよ、うん、で、女性って開くんだ、うん、だからあ、でもちょっといい感じ。関係変えない。指の力使わない。おー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 おおちょっと。掴、うん、めてきたかも。うん、どうにでも動かせるわけですよね、逆に。先生が今意図しない動きでも。例えば、先生を後ろに行かせたい時でも、こうじゃなくて、うんこうやって手が動いちゃうんですよ、うん、これあるある社交ダンスの初心者ある、うん、手で動かしちゃう、うん、ここは関係性変えないでうん、はいとか、うん、逆はこの関係性変えない、うん、からのとか、うん、はん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 先生にちょっと社交ダンス踊ってもらいましょうか社交ダンスの組み方で要はだって動いてたら動かせることができたら、うん、それはもう社交ダンスですよねうんそうですねだから社交ダンスの組み方こうなんですよここに女性俺女性ですよここに背中に手を置いてこうやって組むっていうねこれで僕を適当に動かしてくれたらこっから行くとあ、ダメだこれもしこのそこの皮膚がちょっと取った感じで、はい、ゆきさんからずっとはいはいはいで、こっちもこの感じでおおおおおお
回してください。回すんだったらこっちの感覚でずっと。おお。で、これが先生めっちゃうまい。これ回っちゃうもんな、耐えてても。ここを押しに行くと、はい、まあ、ずーっと指先が向こうに。くそ。俺は今耐えてたのか、本当に。俺本当に今耐えてるんですよ、これマジで。ガッチガチにしてるんですよ、今。だってこっちに全然耐えてる。この指先だけこう。めちゃうまいっす。この社交ダンスのリードめちゃうまいっす。マジで普通にうまい。わ、すげえ。これだ。これが極意っすね。そうですね。すげえなー。あ、じゃあこれどうっすか。こういうステップ、一緒にこう言ってあげたな。え、一緒にこれずっとこの感覚がずっといける。皮膚だけなの。これ体験しないと分かんないっすよ。パンジで、こっからすげー。めっちゃパントマイム。おお。ちょっとこれ友達にかけて。